2週間ぶりで大会出るんですよね、はい、そうです。今何キロですか体重は。今日中 58.5 とかで 58.5、はい、何キロですか。 3.5 は必要ですね、最低でも。 3.5 ってことですか、はい、とあと1ヶ月ぐらいですね。そうですね、1ヶ月ちょっと、40日ぐらいですかね。入院40日ぐらいしてたんでしょ。はい、そうです。でも言ってる。それでも出る。出ます。だいぶ体調戻ってきたですか。だいぶ戻ってきましたね。全然違和感ない感じ。違和感はないですね、まあ逆にこう生活にメリハリ出たかなって。そうね、まあリハビリには一番いいやろね。そうですね、筋肉の息子ではね。はい、足とかどんなの。足はね、だいぶ戻ったね。足はだいぶ戻りましたね、うん、やっぱ胃とか戻るね。そうですね、早いですね。まあ、この間よりだぶいね。この間よりは戻りましたね。うん、まあ、ね、腹筋もあるからね。だいぶ戻ったね、この間よ。この間よりは1キロぐらいしか絞ってないんですよ。1キロぐらいしか絞れてないです、まあ、トレーニングはできてないんだよね。はい、戻してみたら。じゃあ、ブラッドスプレッド。ダウン、サイド、トライセプス。ダウン。まあ、この間よりだいぶいいね。この間よりはいいですね。でも入院きつかったよね、やっぱりね。きつかったですね。筋肉がね、はい、フラットになってたけどね。まあ、これからどれぐらい変わるか楽しみやね。そうですね。調子が上ってくるやろかね、今からね。少しずつテンションは、まあ、入院が上がってきてるんですね。入院で筋肉が休まったと思うよね。はい、若いしね、いけるかもしれないね。去年よりいいからになったらいいよね。そうですね、あそこの答え合わせですよ。トレーニング強度はもう前と変わらないぐらいできるわけ。逆にやっぱこう戻さなきゃって気持ちの方が強いんで、一生懸命やれると、一生懸命やれてるとこあるかもしれないですね、うん、こうちゃんとストレッチ効かせてみるとか、うん、まあ、勉強になったことの方が多いかもしれないです。前向きというやつだね。そうですね、ポジティブシンキングやね。半分開き直りですけどね。まあね、病気は答えるよね。やっぱ入院答えるよね。答えましたね。俺びっくりしてね、それ聞いてね、池江璃花子さんを思い出したよね。ああ、オリンピックすごいよね、やっぱりね。メンタルすごいよね。レベルが違うんですよね。尊敬してしまうね。尊敬してしまうね。ね、同じ人間として。まあもちろん能力はあるんやろけどね。で, ね、でもめげるよね、普通ね。普通はやめますね。まあ周りの人も支えたんでしょうけどね。メダル取るってのは。まあそれと比べるのは全然次元が違うけど、まあ、それでも逆にめげるよね。めげる。ボディビルって出ないなら出ないでもいいやん。はい。別にどうでもいいやん。どうでもいい。池江璃花子さんは出た方がいいけど。出た方がいい。それが仕事やから、ね。我々出ても何の得にならないけどね。それでもようめげないね。めげなかったですね、うん、素晴らしいと思いますぜひ頑張ってください。ありがとうございます。